はい、4月11日金曜日になりました。御殿町新見チャンネルの時間です。またこちら新見市の新見市新見の大池邸の内蔵ギャラリーから30分お届けしてまいります。今日も私と坂本さんと2人だけで、はい、ちょっと寂しいんですけど、30分までお付き合いください。新見もすっかり春で、もうなんかすごいカジュアルな格好で随分暖かくなりましたね。なりましたね、はい、で今日はヒーターが止まってるせいか坂本さんは寒い寒いって言ってるんですけどまた今日もちょっとちんたらと6時半までやっていきたいと思います。それで今日のまずメニューからなんですが、まずは今日ね、元大阪旅館の別館の方へ今日ちょっと取材に行ってきましたんで、はいはい、そちらの方からお伝えしようかなと思うんですけど、以前、大西さんに街歩きガイドの会の大西さんの隣の津の国屋ギャラリーとか、あと藤野さん出ていただいてね、この御殿町の街歩きの方をやったんですけど、その中でね、この御殿町の中に三味線横丁の一番奥に、元大阪屋旅館別館というのがあって、それは外観からしかちょっとねご紹介できてなかったんで、はい、これからまた春になって町歩きのシーズンですから、今日は元大阪屋旅館の、武井さんのところへお邪魔してちょっと中を撮影してきましたので、まずちょっとそちらのね VTR の方からいきたいと思います。ちょっと進行とすみませんね違ってるんですけど、これが元大阪屋旅館の外観ですね。中入ると玄関のところから昭和3年に新見駅ができまして、はい、ここからは武井さんにそれ以後に著名な方がだんだん来てくださるようになりましたから、向こうに2棟ありました旅館だけでは皆さんに接待するのに少なくなりましたし、著名な方用に建てた建物でございます。向こうで、はい、本町へ向けまして、正面に向けまして中へずっと旅館がありまして、5年ほど前に壊しました。あ、はい、でここが でここだけ残し住まいとしてましたから、残してましたら、まああのあれです、こちら新見の昭和の初めの、新見の旅館として残っているので、皆さんに説明してあげ見ていただいてくださいということで、贅沢な建具材木が使ってあるそうです。で私来ました時にお父さんがもう亡くなっておられましたから、どういう材料いうことは聞いてなかったんですけど、主人の兄がこの柱だけは大事にするようにいうことで聞いておりまして、こういうことを皆さんに見ていただくようになりましてから、この柱は黒垣いう柱間違いなかろういうことじゃそうです。それから歌手ですと島倉千代子さんがデビューしてまなしに来られております。島倉千代子さんもはいここへね。でこれが花見の弁当箱です。今頃お花見に行く時にで、こちらはねちょっと前の土辺の大阪ですから、これは大阪と読んで濁って、それからこちらが小里編ですから、まあ新しくなりましてからです、時代が変わりましてね、小里編にこちら小里編に変わりましたから、こちらが新しい方です。はい、江戸の終わりから、ね、大正にかけて途中から小里編に変わりました。それで1枚の方が見てください、大阪屋が反対ですね、右から書いてありますから、ちょっとやっぱし古い看板でございます。そういうと、それからこちらのガラスがまあ三河焼き言いまして、もう二度と手製でございます。で二度と作れないそうでございます。丸太ですね、両脇に両方周り廊下にしてありますので、でこの大きなのが
円五郎です。円五郎です。あの珍しいです。これはあのお客さん出します半期ですね。半期、半期、あのこれ半期、あのおひつ、おひついた方がいいですね。普通に言いますと半期で、これが明治あの19年ですから114年ぐらい経ってますかね。で、わあの能登塗りです。輪島塗り、能登塗りって輪島塗りです。で、この輪島塗りはもう100年以上立っても剥げないそうでございます。はい、これ大正3年のあのカルタいうか百人種みたいなあのカルタでいいんじゃないですかね。で、向こうの部屋が正式な書院作りです。この辺から写してくださってもいいですけど、あので、あの細工ですね、あそこの上のがすごく細かくしてあるいうことじゃございます。私も教えていただくんですけど、でこの一本ができるまでにうん、まあ最低500年か600年かかるそうです。500年か600年、はい、はい、500、600年、この柱が、はこの柱が黒柿、この芯、単人ですから、あの柿の木の芯がこう固まってね、あ柿の木なんですか。柿の木ですか。黒柿とあの黒芯が黒くなって、でその芯を取るんだそうです。観光協会の方から電話がかかりましたりた時に、おります時はあの観光で来ていただきました方はあの公開しておりますので、気軽に見に来てくださっていいと思います。だからあの見学ができるんですね。はい、はい、武井さんの説明を聞いていただきましたけど、やっぱり改めてね、中を見せていただくと、はいはい、なんかいっぱいね、変わったものがありましたし、はい、まあ、それは大西さんのところの内蔵に比べるとやっぱりその、まあ、明治大正からなんでちょっと少ないんですけど、でも本当ね、あそこがビップルームだったらしいです。うーん、島倉千代子さん、これは亡くなりましたけどね、はい、デビューしてから あそこへ仕立てて来られたとかね。うん、だからあのすぐ前に駐車場があるじゃないですか、はい、であの隣の車が映ってた駐車場と、それから、郵便局の前のところからずっと駐車場があるでしょ、はいはい、あそこに本館があったらしいです。全部広いですね。広いですよ。あそこに本館が、本館というか2棟あって、うーん、でそこに普通の人は泊まって、でまた新見中の人があそこで宴会をしてたらしいんですけど、うん、で要はそういう乗客さんと言ってましたけど、その VIP 用にあの別館、花荷みたいに作って、うん、作られてたと。で今は あのね、2階に2部屋、下に2部屋あるらしいんですけど、大体主にあの武井さんはもう1階で生活をされて、で2階をあの、まあ、こう街歩きの方にですね、おられるときは2階をその見学させていただけるということで、うん、あの公開をされてるということなんです、はい、で特にあの奥が書院作りということでね、すごかったですよ。柱がね、これ黒いでしょ。はい、光ってますね、うん、これ500年、樹齢500年の柿の木らしいんですよね。その柿の木の中だけ、芯を使ってるということで、まあ、柿の渋で真っ黒になってるというようなご説明でしたけど、これもなんかすごいものですね。うーん、でここが、まあ、乗客さん一番奥の書院作りのこの部屋が島倉千代子さんも泊まったという、うーん、はい、で今はこの別館だけがねご自宅で使われているので残ってるんだけど、この手前のところに本館がですね、大きなあの本館があったということです。うーん、その写真がね、これもちょっと写真撮らせていただいたんですけど、この右側が、ちょうど郵便局の前ですね、あの本通りの方の入り口のところに、はい、これがだから、ね、おじいさんになるらしいんですけど、その武井さんの旦那さんのお姉さんがちっちゃい時とおじいさんになる方が、そのお父さん様が映られてるんですが、これがまあ昭和の初期らしいですね。昭和のそれこそ4年とか5年とかだろうということで、はいはい、で左の方が同じような写真なんですけど、これもあの女のお子さんがこの、武井さんの
旦那さんのお姉さんらしいんですけど、うん、今もね姫路の方で90何歳で姫路と継がれてまだご存命らしいんですが、うん、この左の方がこの別館の前で撮られてるんですね、ちょうど今の、はい、というちょっと貴重な写真をね撮らせていただいたんですけど、こういうあのここへね、皆さん三味線横丁の突き当たりにありますので、観光協会に一声かけて連絡取ってもらって、武井さんがおられたら中が、はい、見せていただきますので、はい、ぜひともこちらの方も、はい、あの行っていただきたいなと思います。はい、はい、ということで元大阪屋旅館別館のご紹介をさせていただきました。で続いてですね、この前の土曜日4月5日の土曜日に新見にもベッキオバンビーノがやってきました。はい、ね、もうこの新見のもう岡山でこの春のイベントベッキオバンビーノっていうとね、全国からクラシックカーの名車、特にあのスポーツカーですよね、はい、が集まって、特にこの県北の、こういう新見とか吹屋とかね、そういうあの、クラシックが似合うようなところを車が走るイベントなんですが、新見にも4月5日の日にやってまいりました。はい、その模様を取材してますので、ちょっと VTR 見ながら、はい、一緒にみんなに見ていきたいと思います。これがちょうどあの商店街のところですね。商店街の佐々木さんの文章堂の前を走っているところを撮ってます。田原屋さんの前からです。この新見の商店街に合いますね。そうですね、このね、はい、クラシックなスポーツカーがね、はい、もう続々とやってきますけど、はい、でここはあの僕がカメラを回してるところなんですが、坂本さんもちょっとお店が暇になってからちょっとカメラもやってもらって、はい、この後撮ってもらってるんですが、これねまたこれ戦前の車ですよこれ、MG ね、この戦前の車結構今回見たのが見てたらなんか新しい車もね、フェラーリとかポルシェの新しいのも混じってたんですけど、これもねホンダの S600 ってこれも年の名車、僕は子供の時の車だから、坂本さんは生まれてないな懐かしい車とかがね、これカウンタックですね、僕はもう子供の時憧れた車ですけど、新しいのも走ってます、フェラーリとかね、もういくらするんだろうというような車ばっかりですけど、割と古いあのその車もすごく手入れされてるのか、とても綺麗に見えますね、とても丁寧に乗られてる感じがします。うんうんうん、だね、これ維持するだけでも大変だと思いますよやっぱり、うん、年間の維持費で、まあ、ちょこちょこ故障するだろうから修理費だけでもね、国産車が下手 K4 1台ぐらい買えるぐらいにパッと修理費かかってると思うんですけどで、ね、子供たちが喜んでねあの、はい、走り回ってましたけど、ここ青柳さんの前にねちょっとあの溜まってね、あ、はいはい、ちょうど僕はここでずっとねカメラを一回回してそれから移動したんですけど、でこの先の御殿町センターがチェックポイントで、そこであのチェックを皆さん受けて、それからいくら堂の方にまた回っていかれます。ここはあの御殿町センター前のチェックポイント、ここはあの坂本カメラマンですね勝間田さんの前にフェラーリが止まってます。フェラーリが 2台並んでね、音がまたね、そうですね、いい音してましたよね、もう地面から響いてくるような音が、ちょうどこの勝間さんと大池邸の前を、曲がってイグラドの方へ立ち渡っていくんですけど、ここでね今度あのこのチェックポイントで、新見市の観光協会のねあの女の子が2人お手伝いで来て、ウィンドブレーカー着て、パーカーかウィンドブレーカー水色のやつ着てるんですけど、うん、彼女たちがあのお茶を渡したり、うん、勝丸さんからのお土産を渡したりしていました、はい、もうドライバーの方たちもねやっぱりあのみんな笑顔を振りまいてね、はい、なんか結構ちゃんと写真撮れたとか言ってね言ってくれるてたんですけど、そうですね、パフォーマンスをしてくれる、うん、あの車もいましたね、ライトをちょっとチカチカっとさせてくれたりとか、この後ね、この後ね、あの映ってますよね、もう本当なんか1000万2000万するような車ばっかりですからね、すご
ごいですね。これだけの車が見れるだけでもね、すごいですよね。これこのポルシェ結構新しいんですよ。これ確か2011年式だったな。このあの水色のね、着てるのが新西観光協会の女の子たちです。はい、頑張ってお手伝いしてました。このね、前に映り込んでるの僕が一眼レフ持ってる。そうなんですよ。この日ね、雨かとかで心配してたんですけど、ちょうど曇りなんですよね。うん、このベッキオバンビーノが行ってから雨が降り出してね。そうですね。なんか去年も一昨年も新見は雨だったとかいう話だったんですけど、今回はね、天気がもっと良かったですよね、本当ね。うん。なんかこんなね、これも MG かな。ちょっと僕もね、あんまりね、車がね、あ、これアストンマーチンか。あんまり詳しくないんですよね。これは、うん。またこれベントレーかな。ちょっとわからん。うん、すいませんね、皆さん間違ってたら。あんまり、子供の時に、あ、これね。これこれ、そうそう。近づけてね。あの、男の子が前に走り出て、はい、うわー、かっこいいって言うんで。はしゃいでたのがフェラーリとかタウンタックとかいうのも子供の時の憧れだったんでわかるんですけどね、あんまりクラシックカーとかね、なるとね、ちょっとわからないですね。電気つけたりね、クラクション鳴らしたりね。そうですね、うん、いろいろ愛想をしてくれてました。うん、音が良いな、ほんとね。爆音のように、やっぱりこういう古い街並みに合うんですよね。うん、なかなかね、こういう、かっこいい車たちが。そうですね。この日、テレビ瀬道寺のカメラも来てました。いつも番組作ってますけど。これがね、シェルビーコブラですね。これ高いんですよ。2000万ぐらいするんですよ。これがね、ロータスヨーロッパ。で、これが僕がそうですね、中学校、高校ぐらいの時に憧れた車で。はい。イギリスの車ですけどね。私ヨーロッパですね。サーキットの王冠とか言ってありましたけど、そんな名前がついてるんですか。いやいや、そういうね、ちょっと漫画だったんですけど。あ、そうですか。ね、大好きでしたね。いつか乗りたいなと思ってたような車ですけど、乗れるわけがない。やっぱりこの圧巻ですよね、こういう風にね、スーパーカーたちがね、連なっていくと ね、 そうですね。これはアルファロメオですね。まあ、これは日産フェアレディの古いやつですね。結構こういう旧車、クラシックカーと言わないまでも旧車が多いのもまたこのね、ベッキオバンビーノならではのところで。このベッキオバンビーノというのが、永遠の少年という意味が。そうですね。おじさん、少年というのがやっぱりこういうね、車を愛するおじさんたちが永遠に少年の心を持ってということで、これは衆議院議員の愛沢一郎さんが名誉会長でね、呼びかけ人で、あ、来た来た来た、これがまた戦前の車ですよ、これ、戦前の、これはゼッケンナンバー2のブガッティというやつですね、これは高い車ですよ、ブガッティっていうね。はい、イギリスだったかな。こんなのちょっともう億ぐらいするんじゃないですか。これがまたベントレーですね。これもね、もう走るのが奇跡ですね。億ぐらいするんじゃないですかね。これはマセラっていいかな。これはイタリアの車ですね。私屋根がないな。あ、ジャガーかな。ごめんなさい、間違ってたらごめんなさい。全然分かってないんですね、あんまり縁がない車ばっかりなんで、ね、これは分かりますよ。これはポルシェですね、彼は。これ BM ですね。ちょっと古い BM。まあ、もう見てるだけでなんかね、楽しいですよね。これは、これカウンタックかな。これ、そうそうそう、カウンタックですよ。このドアがね、上にね、跳ね上がるんですよ。これがまたね、かっこいいんですよね、こういうのがね。これも、ちゃんと上に跳ね上げて、これもちょっと、パフォーマンスですよね。毎年で岩城浩一さんがね、参加されてるんですけど、今回も岩城浩一さんの車が来てたんですけど、はい、なんか
あのお仕事の都合で参加できなかったみたいで、車だけが来てましたけど、この後ちょっとねビデオでは坂本さんが落とし込みができてなかったみたいで、僕が撮った写真でお見せしようかなと思うんですけど、岩城浩二さんの車。ああ、はい。でね、この後ろにね、T-REX という車、これ初めて見ましたね。三輪車なんですけどね。なんか後ろから見たらバイク？何？前から見たら車みたいな。この車ここでね休憩するんですよね、御殿場センターに。あー、この後エンジンかからなくなってね、押しがけしてますよね。あ、そうですね。すごい、中乗ってた方もあの寒さ対策を、うん、これスーパーセブンの未来ですね。これかっこいいですね、このスーパーセブンね。これイギリスの車で、昔キット販売されてたんですよ、自分で組み立てるプロモデルじゃないけど、完成車だけじゃなくてね、キット車があったんですよ、部品だけで、部品で買ったら安いんですけど、みんなの作れないんですよ。安いんですか。へえ。こうみんなね、雨降ったらね、カッパ着ないといけないしね。うん、この日寒かったんですもんね、結構ね。そうですね、ちょっと冷え込みましたね。うん、まあ、よく本当ご苦労さんですよね。これがまたロールスですよ、ロールスロイスシルバークラウド、1957年クラシックカー。これも高いですよ、これも億ぐらいするじゃないですか。映画でしか見たことないような車が、うん、本当に実際に走ってるんですね。クラシック感のロールスですかね。うーん、シェルビーコブラ、シェルビーが多いですね。はい、車だけどいい音するんですよね。日本で人気のある車だったんですか？いや、セレブに人気がある。普通の人は買えない。普通の人は乗れない。だから本当に車好きの人が乗る車、はい、だから岩城浩二さんとか所ジョージさんとかね。ああ、そうなんですか。その車好きが買ってる車ですね。いやいや、本当にちょっと堪能しましたよね、これだけいっぱいね、雲を見ると。はい、ということでちょっと振り返っていきましょうか。はい、ね、この辺行こうかな。この商店街を走るね、車たちね、よかったな。これポルシェですけど、これがホンダのね S600、国産車ですよ。それからクラシックカーね、ゼッケンナンバー3番、さっきも、VTR の変わりましたけど、MG ですね、モーリスガレージの、戦前の車ですね。で、これが青柳さんの前に溜まってるとこ、なんかいいですよね、こんなところにね、渋滞してるんですよね、名車たちがね。それと勝丸醤油の前のフェラーリ、あ、かっこいい。これ岡本社長がなんかこの後乗ってましたよ、乗って記念撮影してた。なんですか、あら。これね、たくさんの人たちですよね、いっぱい人がね。そうですね、たくさんの人たちが集まってました。はい、観光協会の、女の子たち2人ツーショットで、はい、ございました。これが T-REX ですね。うーん、なんか自動車か、後ろ見たらなんかバイクのような、うーん、変わった車でした。これが岩城浩二さんのシェルビーコブラ、ゼッケンナンバー51番、これが岩城さんの車なんですけど、岩城さんじゃないんですよね、ドライバーは、ね、別の方が運転されてましたけど、これ東京から岩城さんの車ということで参加されてました。来年はまたね、スケジュール合えば来てこれに乗って走ってくれるんでしょうけどね。ああ、そうだったらまた楽しみですね。僕は生岩城さんですよ、おととし倉敷岩地区で、日曜日の朝のスタートのちょっと、このベッキオバンビーノのスタッフというか手伝いで交通整理とか行った時に間近で見ました。これに乗ってる岩城さん、かっこよかったですけどね。はい、まあ本当ね、いつまでも少年の心を忘れない、大人たちのイベントでしたね。そうですね、はい、私全然車に詳しくないんですけど、それでもすごい楽しめましたから、わあ、ね、すごいと思って。音がね、間近でね、音と迫力とね、いろんな車が見れてね、はい、いろんなもう多種多様な、ね、世界の名車たちが、それも動いてるのがね、博物館じゃなくて見れるんでね、
また来年楽しみしたいなと思います。はい、それから新見といえば今桜の真っ最中なんですが、ちょっと今のね新見の特に城山のね桜をちょっとお伝えしたいなと思います。今日見ました、はい、今日これが柳橋から、見た城山、鬼神線のね鉄橋の向こうに城山が見えてます。それからこれが定番の、江戸橋のところからの城山、ちょうどね高橋川沿いに見るのがなんか水に浮かぶ島のように見えてね、なかなかいい城山なんですけど、はい、これ今日がねちょっとね霞かかってたんで4月6日撮った映像をちょっと合わせてこれね一周してきたんですよお店出てから。あ、どんどん行きますよ、ちょっとずつ歩いてね高橋川沿いに遡って、でこれがさっきの江戸橋のところ、お店の方から駅の方へ向かってですね、でこれが江戸橋の、過ぎたところから、で次に上市の鉄橋から、鬼神線の、鉄橋越しですね、ごめんなさい上市の、踏切を越えたところ鬼神線の鉄橋越し、それからこれが、柳橋、で柳橋渡ってちょっと近づいたところ城山、それが最後がお茶屋橋からの城山、これずっと歩きながら撮って、これ一周してるんですよ。まだ戻りますよ、撮ると、こういう感じでぐるーっと戻っていくんですが、これをね完全に Facebook でね城山周遊の旅ということでね、はい、ちょっと着物みたいにあげたら結構喜んでもらえてねなんとウクライナのキエフから、はい、キエフ在住の方がアメージングありがとうとか言って、はいはい、英語ドローマジで打ってくれましたけど、すごい、やっぱりねこれは外国の人が見ても綺麗なと思うんでしょうね。うん、それとこれがね、夕暮れのねちょうど真正面から夕日というかな、西日が当たってる城山ですね、これが綺麗に色が出ましたね、やっぱりね、巡行で当たってる城山です。非常に綺麗な写真が撮れました。これなんかね額に入れて飾っときたいなと思うんですけどちょうど高橋川にねこの町と城山が逆さに写ってね、なんか本当絵画的な写真がね撮れましたね。そうですね、今がちょうどね桜が満開で散ってるんですよね。そうですね、ちょっとハラハラと、見納めかなというところなんですけど、うん、はい、ほらこんだけ色が違うんですよ。うん、やっぱりなんかねいろいろと顔を変えてくれますよね、城山もね。そうですね、時間帯だったり、撮る日にちだったりですかね。またこれからね夏に向けて、初夏で新緑化、いろんな顔を見せてくれると思うので、また定期的にね、城山の風景というのはこの番組でもお伝えしていきたいなと思います。はい、はい、そうですね。ということで、今日は、はい、この御殿町の紹介で元大阪エロ館別館、それから、4月5日に行われました、5日6日かベキオバンビーのね、岡山で行われましたけど、その、4月5日御殿町にベキオバンビーノがやってきたというのと、最後に、今が旬のね、満開の桜の城山というのをご覧いただきました。はい、はい、それで来週はですね、来週はちゃんとゲスト来るんですよ。はい、はい、で、来週は、新見市観光協会のさっき映ってた女の子のうちの一人なんですけど、中石いつかさんに、このスタジオまで来てもらいます。中石いつかさんはですね、去年か、吉本興業の新見で映画を、沖縄映画祭にね、はい、行きましたけど、その後去年の試みでご当地 CM を吉本のね、中石いつかさんが担当で、頑張って PR して撮って PR してたんですけど、でこの間も沖縄までね吉本の国際映画祭行かれておりますので、そこの奮戦記とかいろんな話がまた聞けるんじゃないのかなと思いますので、
来週もまた楽しみに見てください。はい、はい、それでは今日はこの辺でお別れします。じゃあまた来週お会いしましょう。御殿町新見にはどこか懐かしい、ふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物醤油だれの和そばの焼きそば、お抹茶とぜんざいの茶寮御殿町新見。